最後にちょっとじゃあレジディアに戻ってこの枠を閉じようと思います。わあ懐かしかった。こんな僻地から僕はこっちまで出てきたんだな。だこんなところで育ったらな、やっぱ都会に夢見ちゃうわけよ。東京行きてえなっつってずーっとこの内房線でよ上京してきたわけ。そして今私がいるのはここ、そうじゃん、大都会新宿ですよ。パこっちだよな、ここここ、お都庁にちょうど迷われた。これはまさか次回の期待してるぞ純っていう小池百合子からの、無言で俺は歩みを、もう最初ここ来た、お、ちょ待て、お見えない、え、ちょっと待って、違う、この先行かなきゃダメなところがあるの。ここにある自販機ライフガード80円で買えるからみんなに紹介したいんだって。お前ここにある自販機80円でライフガード買えるかんな、買えよ。え、ここ入れねえとか、もう一番いいとこじゃ、ちょっと意地でも見せる。こっちじゃねえだろうが、バカタレが。みんなに安い自販機紹介しないといけねえんだよ。最初ここ来た時さ、ほんと狭いとこだなと思ってさ、変なとこ引っ越してきたなと思っちゃったけど。こっから先行けないの？バカなんじゃねえの？てかもう新鮮さもクソもねえ。いつも俺通って、なんなら俺、さっきここ通って帰ってきたから何も、面白くもなんともねえわ。いつもの風景だわ。そして、ここが我がねじろレジディアなんで皆さんね、答えてくださいね。俺がいつもジュース買ってくるわーっつって買いに来るとこここだから。ここだから。ここにあるな。メロンソーダうめえからおめえら紹介してっから。俺今も飲んでっけど。入らせ、なんだこれよ、わーさよなら。